不問寺は、岩手県陸前高田市、米崎町にある、総統州の寺院。三号は、海岸山。本尊は、聖観音菩薩で、欧州三十三観音霊場、第二十九番札所である。任時二年に、中山観州の安倍貞田都氏が臨済州の英才の弟子、気概を招いて解散したとも、協力元年に、三つる札が回帰したとも言われる。その後、 米ヶ崎城主長州の千葉修綱が旦那になったと記される。自伝によれば、1241年の解散の後に、明王三年内市永昇元年に女玄が中高解散し、相当州に改められた。当初は海寄りの新山にあったが、この際に、三つ札が現在地に移したとされる。本尊の木造殿聖観音座像の体内の膝裏には、 永禄2年の牧書名があり、米ヶ崎城主、浜田宗綱を旦那として、宗綱の父や広田城主、大和田秋守の母、中山寛主、金丹波守の母の法要を営むために同年に再興されたことが記されている。金星は、花巻市にある太公寺の末寺であり、気仙軍の触れ頭であった。また、気仙三十三観音の第二十九番札書となっている。 天正19年と慶応3年の2回にわたって火災があり、現在の本堂は1877年に混流されたものである。不問寺の末寺は、現、秋田県湯沢市と宮城県気仙沼市に一家寺ずつ、旧気仙群の陸前高田市、大船渡市、住田町、三陸町に十家寺あった。JR 小船渡線 BRT 陸前高田駅より、 岩手県交通バス利用法歴11年、気仙風土層、ヤフーブログ元禄11年、気仙群古希岩手の文化情報大辞典岩手の文化情報大辞典岩手の文化情報大辞典、岩手の文化情報大辞典、ありがとうございます。